今まさに誰かが傷んでいる。まだ飛べない雛たちみたいに、僕はこの悲劇を嘆いている。急げ悲しみ、羅針盤になれ。まだ飛べない雛たちみたいに、僕はこの悲劇を嘆いている。夢が迎えに来てくれるまで、震えて待ってるだけだった昨日。明日僕は龍の足元へ、崖を登り呼ぶよ、さあ行こうぜ。銀の龍の背に乗って届けに行こう、命の砂漠へ。銀の龍の背に乗って失うものさえ失ってなお、人はまた誰かの指にすがる。柔らかな皮膚しかないわけは、人が